スノーボードって、まあ、フリースタイルもアルペンもそうなんですけども、まあ、フリーダムで自由だと思うんですよね。いろんなカテゴリーがあると思うんですけど、うまくなりたいのであれば違うカテゴリーを知っとくっていう経験も必要だなと。フリースタイルでカービングしてるとそれしかしないのみたいに、ちょっと前まではそういう風潮にあった気がして、スノーボード履いて雪の上立ったらもう何しててもスノーボードだと僕は思うので。いや、俺ももともと競技上がりだから、まあ、追求していくとやっぱ滑りのスタイルだとか、まあ、車とかもそうだけど、だんだん似てくるっていうのはしょうがないのかなと思いますけど、でももっと個性、それぞれの個性があってもいいのかなと、あってほしいなと思う。スノーボーダコロッケモンでこけたら笑ってください。